今私の喋っている音を解析してですね、で、あ、いうえおの形を作ってですね、ロボットの口の動作が生成されています。ここにセンサーがついているんですけれども、私が右を向くとロボットも首を右に回転させると。よくやるのがですね、アンドロイドをまあ海外出張させてですね、先生が現地でまあ講演をするとかっていうのはよくしますね。人はどうして人とつながろうとしてるのかとか、人と人の関係を作るのに何が最低限必要な要素なのかとか、そういう仮説を検証するために作ってるんです。小学校5年で人について考えるようになりましたねと。それなりに勉強はできたので、いろいろ分かってきたつもりなのに、実は根本的なことが何も分かってないということに気がついて、非常にショックを受けた。自分の命の価値と研究と比べてどっちが重いですかと。自分の命よりも軽い研究をしてね、世の中変えられると思うのっていう。できる範囲で頑張りますは研究者じゃないんです。学会という枠がちょっと息苦しいっていうか、論文という手段だけで世の中は変わらないと思う。例えばスティーブ・ジョブスは論文書いてないのに世の中変えてますよね。 iPhone の論文なんてないんですよ。でも世の中変えてるじゃないですか。僕ら多分そういった類の研究なんですよね。ロボットというか、ロボットと人間の境界はなくなるので、そもそも人間と猿の違いは何ですか？技術を使うということでしょ。技術ってのは機械でしょ、ロボットでしょ。人間っていうのは、ロボットとか技術を使う、融合する、融合したものですよっていうのがあるじゃないですか。人間の活動の9割はロボットなんですよ。人間であるっていうことは、別にその機能とかそういったことで定義されるんじゃなくって、人間関係の中でこの人が大事だと思えば互いにね、それは人間だ。今は機械の体であってもそれは関係ないでしょうと。互いの関係ですよね。あの人は私にとって大事だとか、一緒に支え合っていかないといけないとか、人間関係が人間を定義するわけですよ。やりたいのは、例えば子供がずっとお母さんに手つながれて安心してるようなものとかね、道歩いてる時も誰かと手つないでないけど手つないでるような感じというか、寂しくないんです。そういうの